ということで、ニューヨークニックスのオフの、話をしていきたいんですが、まあ正味そんなに、動きがあったチームではないので特に言うことはあんまりありません、まあとりあえず獲得した選手と放出した選手をこんな感じですね、ディビチェンゾを獲得して2巡目2枚獲得したっていう感じですね。で再契約組、まあ、再契約っていうかチームオプションを行使したマクブライドと契約延長したジョシュ・ハートで放出したのがオビトッピンをトレードに出してデリック・ローズをチームオプションを破棄して、まあ、グリズリーズに引き取られたという感じになっております。で、個人的なオフの評価、オフの評価ですね、オフの評価は、C プラスとなっております。まあディビチェンゾ獲得した動きは、B プラスぐらいかなということで、D から A プラスまでを 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10点満点で選手を放出した動きを O から Z、OXYZ で0点からマイナス3点で、点数化して平均を出した結果僕の中のニックスのオフの評価は C プラスとなっております。ディビチェンゾの獲得は良かったと思うけど、オビトッピンの放出がまあ割と痛いですね。今年のまあニックスのロスターがこんな感じになっておりまして、スタメン、ブランソン、グライムス、RJ バレット、ランドル、ミチェロビト、セカンドユニットが、マクブライト、クイックリー、エンゾ、ジョシュ・ハート、ハーテンシュタインと、いうことになっております。で、これを見て、感づいた人もいるかと思いますが、オビトッピンを放出したことで、来年の控え、今年の控えパワーフォワードが、まあ、このままだとジョシュ・ハートになるということで、まあ、サイズがかなり、落ちてしまう、っていうのが、まあ、今年のニックスの今のところの課題では考えられております。マイアミヒート戦はジョシュ・ハートがスタメンだったんだけど、まあ、マイアミヒートはジミー・バトラーを誰かが止めなきゃいけないっていうので、そのためにサイズがあって、まあ、機動力もあるジョシュ・ハートを、まあ、スタメンにしてグライムスをベンチにするっていう風にやったけど、まあ、今シーズンはおそらくグライムスがまたスタメンで、戦うんじゃないかな、個人的には思っております。はい、ということもあって、まあ、ちょっと評価の方にもう一度戻りますが、この、オビトッピン放出は、まあ、最低マイナス3点だとすると、まあ、マイナス2点ぐらいの動きだったのかなっていう気がしますね。でオビトッピン俺あんまり評価してなかったんだけど、まあ、ニックスのオフシーズンの話もするっていうのもあって、もう一回ちょっとニックスの試合を、まあ、何試合か自分で見てみたよね。プレイオフと、まあ、シーズン最初の方と。で、結構評価僕の中で上がったのもあって、本来だったらいや別にまあ大したことないっしょって思ってたんだけど、まあ、マイナス1点ぐらいにしてたかもしれん。でもまあちょっと考え直して、結構特になんかね、やっぱランドルが献身的じゃないから、まあそういうなんかコントラストの効果もあるんだけど、まあ、オビトッピンの献身性が結構光って見えるなっていうのもありまして、まあそこがちょっとオフの評価を難しくしてるかな。ほんで、じゃあなんでそもそもオビトッピンを放出したのかなんだけど、ニックスはタックスラインギリギリだったんよね。けど補強もしたいで、デリック・ローズともおさらばするから、まあ控えのガード必要だよねっていうので、ディビチェンゾを欲しいってなったわけよね。でまあ実際獲得したわけだけど、なんで獲得できたかっていうと、オビトッピンを放出したからタックスラインまで余裕ができて、その分ディビチェンゾに突っ込めたっていう話なのね。だオビトッピン放出で、ニックスは2巡目を2枚しか獲得、してないんだけど、まあ、そこにはディビチェンゾが、まあ、含まれてるって考えると、ディビチェンゾと2巡目2枚でオビトッピンを放出したっていう見方もできて、まあ、だからそういう意味ではオビトッピン放出は致し方なかった。ただ個人的にその
まあ優勝するための、オフの評価として、俺はこうやって評価つけてるから、まあ、そもそもタックスラインを心配してのこう補強とかトレードの動きって、まあ、優勝する上では別にそんな評価できないよね。まあフロントからするとよしタックスこれだったら超えなくて済むぞっていうそういう目線の評価で言うともうちょい高くなるとは思うんだけど、まあ俺らからしたら別にね、お前らがお金使えないとか知らんがなって話やん。もっと稼いでちゃんとねタックス払ってでも、ね、優勝目指せよっていう気持ちあると思うから、俺もちょっとその目線で評価 したいなと思って、だからタックスラインの心配をした、トレードっていうことで、まあそんなに評価は上がらないかなっていう感じです。まあただその、まあ、ニックスさっきも見せたけど、まあオフの動きで言ったら本当にまあ大した動きはそんなにしてないよね。まあ他のチームがリラード獲得するかもしれないとかね、結構ビッグトレードがやっぱあったりとか、バンブリードがロケッツ行ったとか、まあいろんなチームががっつり動いてる中で、まあ優勝を頑張って目指したいと思ってるニックスがこんなに動いてない理由、これがまあ何なのかっていうと、まあそもそもそんなに動けないっていうのもあるんだけど、まあ一つは若手の成長がやっぱり大きいかなと思いますね。まあ、RJ バレットしかり、グライムスしかり、クイックリーしかり、あの辺がこうやっぱ年重ねるごとにやっぱさらにあの強くなって、まあ、帰ってくる、まあ、そういう前提で俺は話してるけど、まあ、その可能性がニックスは非常に高いので、だからクイックリーをこう出してない、グライムスを出してないっていうのは、まあ、ある意味評価できるのかなということで、まあ、個人的にはここは B プラスに評価しています。で継続性やね、結局オビトッピンとディビチェンゾが変わったこと以外、あのニックスってほぼ何も変わってないんだね、まあ、トムシポドもそのままだし、フロント陣も何も変わって、だから、まあ、去年こう良かった部分で、ニックスの去年良かった部分がオフェンスレーティングが急増したのよ。オフェンスレーティングがめちゃめちゃ上がって、そうでレーティング4位とかだったかな去年は、だからまあ、っていうので、その、まあ、ニックスの去年の良さを、まあ、そのままこう来年も引き継げるじゃないけど、まあ、コアをそんなに崩さずにオビトッピンだけで済ましたっていうところは、まあ、継続性があるチームはさ優勝できるよっていうのは、まあ、ウォリアーズしかり、まあ、去年でいうとデンバーナゲッツが、まあ、示してくれたと思うんだけど、まあ、その前でいうとミルウォーキーバックスとかもそうだけど、やっぱ継続性って大事だよねっていう中で、まあ、そこまで焦らずにしっかりこう地に足つけて、まあ、オフシーズン動いてるっていう意味では、まあ、評価できるのかなっていう気も個人的にしてるんだけど去年のニックスを継続したとして、なんか別にそんなにあそれ継続した方がいいよねっていう、じゃあなんかチームのこうカルチャーがあるとか、なんかそういうのは俺ニックスからそんな感じんから、だからなんかどっちかっていうと、もしこれがねサクラメントキングスとかだったら俺この継続性を A- ぐらいにしてるよね。もっと評価高くしてるんだけど、キングスもほとんど動いてないし、ケビン・ハーターもトレード出してないし、ハリソン・バーンズともね再契約したし、まあ継続していこうっていうところを、ね、コンセプトにしてるけど、ニックスの継続性ってなんかそんなにプラスになるのかな。ジュリアス・ランドルのあのさあの怠惰なディフェンスがさ継続されられても困るやんだってっていうので、まあ評価はまあ B にしております。はい、で、マネジメントの部分だけど、まあこれはあれですね、あのフォーニエとかデリック・ローズとか、やっぱりシポドの元でプレーしたことある選手はやっぱりこう、結構シポドに対して不満の声を漏らすことも多くて、まあ、それが今年だったらフォーニエだし、で去年のどっかのタイミングで NBA 選手に最もこのヘッドコーチの下でやりたくないコーチは誰みたいな質問をした時に、まあ、それ無記名なんだけど、その自分の名前を公表せずに一番誰とヘッドコーチどのヘッドコーチと組みたくないかってアンケートをした時に、バースト1位がトムシポドーだったよ、ね、半分ぐらいがトムシポドーに票が入って、
まあ、そういう意味ではこうやっぱりトム・シポドのマネジメント能力がちょっと足りないんじゃないかなっていうのは、まあ、言われてたりする。でそれがまあ今年だとフォーニエからその言葉が出てきたと、うん、いきなりフォーニエからすると突然俺は干されたと。でそれをなんか通達もなく急に干されたからわけがわからないし、だ練習中ももう一体俺は今何の練習をしてるんだみたいな、うん、だからデリック・ローズとフォーニエがなんか一緒にな、俺らマジ今 何やってんだろうなみたいないう話をねしてたりとか。ただこれはあのちょっと昔の話になるんだけど、何年だっけな、2000年から2007年とかだったっけな、7年間ぐらいトム・シポドと共に働いた、今マジックのヘッドコーチだったかな、あのクリフォードっていうヘッドコーチがいるんだけど、クリフォードはどっかのインタビューでトム・シポドの話になった時にこうシポドを擁護したような発言をしてるよね。シポドは結構勘違いされてると、彼はマネジメント能力がないみたいな風に言われてるけど、ニックスとかロケッツで一緒に働いた時は選手たちとすごいいい関係をちゃんと築けていたんだよっていう、だみんなそこをね誤解しがちだみたいな風な、まあ、コメントもあったりとか、まあ真相は選手たちにしかわからない部分ではあるんだけど、まあ、俺の中の答えとしてはアシスタントコーチをしてた時のトム・シポドは多分マネジメント能力ちゃんとできてたんだと思う。でヘッドコーチになってから多分そこまで手が回らなくなってしまったのかなっていう、多分いろんなこと考えすぎてバスケのこと考えすぎて、まあそこがおろそかになってしまったのかなっていうふうに勝手に個人的には推測してるんだけど、アシスタントコーチが適正なのかもしれんし、あとはちょっと選手に求める期待値がちょっと高い気はする。シーズン序盤の試合見てて俺が一番感じたのはデリック・ローズとクイック・リーが出てて、でキャム・レディッシュが出てたんだけど、スタックアウトのプレーをやったよね、ローズがコールしたので、クイック・リーかデリック・ローズがそのスタックアウトからなんかプレーするんかなと思ったら、それをキャム・レディッシュがやってたのね、まあ、テイタムみたいなことをキャム・レディッシュにやらせてたわけで、個人的にはあんまりキャム・レディッシュを評価してなかったから、スタックアウトでテイタムみたいな生かし方するのはいいんだけど、その後になんか味方の支えがあるっていうか、なんか、まあ、他のところでオフボールスクリーンかけてたりとか、でもそういうのが別にあるわけじゃなく、スタックアウトした後にアイソレーションのプレーが始まったりしてたのね。それって本当にテイタムレベルがやらせてもらえてることをキャム・レディッシュにシポドはやらせてた。で結果どうなかったかって、まあ普通にシュートミスしたんだけど、だったらなんかフェニックス・サンズがやってるようなスタックアウトみたいに、ミカル・ブリッジスだったら例えばウィングに上がると見せかけてハイポストでボールをもらってそのままドライブさ、あとはデビン・ブッカーだったらその後にスペインピックになるとか、クリス・ポールだったら、まあ、ピック・アンド・ローになるとか、うん、なんかそういうのをこうローズとかクイックリーにやらせる、もしくはキャム・レディッシュに、まあ、サポーターありのスタックアウトやらせるみたいなのが、まあ、多分レディッシュレベルではそれがちょうどいい気はするんだけど、なんかちょっと期待値の高い、お前こんぐらいやってみせろよみたいな、うん、そんななんかね感じを受けたりもするし、だからフォーニエもそうなんよね。フォーニエも個人的にはムーブメントシューターっていう枠組みだから、こうシンプルなプレーをさせるのはちょっと荷が重いんじゃないかな、まあ、シンプルであればあるほどさ、まあ、個人の能力が求められるから、だからアイソレーション、シンプルなアイソレーションとかって、ね、周りが動かない代わりにもうお前一人の力で何とかしろよってプレーなわけじゃん。だからこう能力が低い人を生かせば生かすほど複雑な動きにするべきだと個人的には思ってるね。でムーブメントシューターってどっちかっていうとそんなにこう個の能力が高い選手ではないから、もうちょい複雑な動きを取り入れてなんかプレーさせやすくするみたいなのが個人的なその見たいんだけど、うん、
なんかねシンプルにフォーニーにダウンスクリーンかけて上上がらせてからピックアンドロールとか、なんかスコアリングハンダー、それがなんかデビン・ブッカーとかだったらブラッドリー・ビールとかね、それはまあわかるんだけど、こうピックアンドロールを確実に行わせるために一度オフボールスクリーンをかけてディフェンスを剥がしてからピックアンドロールしましょうねっていう、だそれはもう本人のスコアリング能力を信頼して、あなたのスコアリング能力を最大限生かすために一回オフボールスクリーンかけてあげるねっていうなんか意図が伝わるから、だからスコアリングハンドラーみたいな選手にやらせる場合は全然わかるんだけど、ムーブメントシューターにあなたのピックアンドロール信頼してるから一度オフボールスクリーンかけてあげるねだけじゃ物足りないっていうか、そもそもなんでピックアンドロールを信頼しちゃってんのみたいな気がしちゃったりとか、だったらなんかこうアイバーソンカットでハイポストにね2人スクリーナーを置いて、この2枚のスクリーンを使ってウイングで一度ボールをもらってからもう1回なんか別の動きするとかね、なんかそっちの方がなんかフォーニエとかもやりやすいのかなっていう気はするんだけど、なんかこうその良くも悪くもマンパワーの期待値がトムシポドはちょっと高い気がして、だそれについてこれない選手はなんかじゃあその分ディフェンス力なきゃダメだよねみたいな、じゃあその分他のところでなんか輝けるものあなた持ってるよねっていう、あそれも持ってないの、じゃあもう使えないでしょっていうなんか使い方な気がするんよ。だ別にジョシュハートとかもなんか難しいことできないし、別にグライムスとかもできないけど、その分ジョシュハートはね圧倒的な走力とトランジションでアタックする力とディフェンス力と、まあ、光るものをちゃんと持ってるし、でグライムスも確か相手のベストペリメータープレイヤー、まあ、ベストペリメータープレイヤーってどういう選手を指してるのかよくわかんないけど、まあ、外からアタックしてくるような、まあ、ハンドラーなのかウイングなのか、まあ、多分ハンドラーなのかな、まあ、要はリラードとかああいう選手をニックスの中で最もディフェンスしてた選手が確かグライムスだったのね。だからまあそんぐらい、まあ、シポドからするとグライムスディフェンス力きっと評価されてるんだろうし、まあ、だから彼ら2人は、まあ、オフェンススポットアップ、合わせだけでも、まあ、使ってあげれるよっていう感じなんだろうけど、まあ、フォーニエとかケンバウォーカーとかデリック・ローズとか、まあ、そういうプレイヤーからすると、うん、本当にマンパワーがないと、まあ、シポドーのお眼鏡にはかなわないのかなみたいな気がしたりもするんよね。でまあ良くも悪くもって言ったのは、要はその言い方はちょっと悪いけど、下手な選手に対しては厳しいヘッドコーチだけど、能力ある選手にからするとむしろありがたいヘッドコーチなのよ。だからそれがシポドのお眼鏡にかなうというか、そのシポドの期待値を超えれてる選手が2人いて、まあ、それがブランソンと、まあ、ジュリアス・ランドルってことなんだけど、まあ、だからランドルはこうディフェンスをどんなにこう、ね、サボってもっていうか、お前もうちょいディフェンス頑張れよって俺らは思うんだけど、なぜシポドが、まあそこまで甘やかしてるかって言ったら、まあ、そこのマンパワーの期待を多分上回ってくれてるから、まあ、総合的に見たらプラスだよねっていうなんか気はするかな。まあなんかこう多分日本で、まあ、トップ3に入る、まあ、俺は日本一だと思ってるんだけど、俺は自分で日本一トムシポドのことをこうトムシポドに好意を持った人だと思ってるから、俺がこうやって NBA 好きになったのも、まあ、シポドのこのディフェンスシステムにこう魅了されてっていうか感銘受けて、おおこんなディフェンスが NBA にはあるんかって、これを考えたのトムシポドって人なのか、すげえなこいつっていうところから俺はまあちょっとファンになってるから、結構追いかけてるつもりではいるんだけど、まあそんな自分からシポドから感じるのは、まあ、うん、そんな感じかな。